Z27 は、ドイツ海軍の駆逐艦。1936A 型。1939年12月27日寄港。1940年8月1日浸水。1941年2月26日収益。1941年9月、戦艦、ティルピッツなどと共に、オーランド海に展開する。11月、ノルウェーに進出。 12月16日、Z27 特逐艦、Z23、Z24、Z25 の4隻は、キルケネスから出撃。翌17日に、8回入り口で、イギリスの総海艇スピーディ、ハザードと交戦した。この戦闘ではハザードが損傷した。ドイツ側の損害はなし。同月、同じ4隻の駆逐艦は、イギリス軍の攻撃を受けた。 ロホーテン諸島の沖に展開した。1942年1月、ドイツに戻る。1942年5月、トロンハイムへ向かう従順洋艦、リュッツ王の護衛に従事し、再び、ノルウェー北部に進出。6月、p 9 7戦艦攻撃作戦に参加。10月、Z27 特区艦、リヒャルトバイチェン、フリードリヒエッコルド、Z30 は、 カニン半島沖に嫌いを伏せした。11月5日、従順洋艦アドミラルヒッパー、駆逐艦、リヒャルトバイゼン、フリードリヒエッコルト、Z30 と共に、バレンツ海へ出撃。目的は、敵小船の攻撃。11月7日、Z27 は、ソ連のトロール船 SKR-23、ムッソンとタンカードンダスを沈めた。5隻は11月9日に帰闘。 12月ドイツに戻る。そして回収を受けた。1943年9月、戦艦、ティルピッツなどと共に、スピッツベルゲン島攻撃に参加。同月、重巡洋艦リュッツをドイツまで護衛。11月、フランスへ進出。12月封鎖突破戦オゾルノの護衛に従事。続いて12月27日に、封鎖突破戦アルステルウーファーの護衛に出撃した。 28日、駆逐艦 Z、Z23, Z24, Z27, Z32, Z37、水雷艇 T、T22, T23, T24, T25, T26, T27 からなる。ドイツ艦隊は、イギリスの軽巡洋艦エンタープライズとグラス号に迎撃され、Z27 は、水雷艇 T、T26, T27 と共に撃沈された。ありがとうございます。